え皆さんねいろいろ大変だと思いますが仕事とかね学校とか、まあ、頑張ってください本当におはようみんなおはようございます俺さ明日2月10日さあの格闘技のまあ試合があるんだよまあ正直ね工業的なものじゃなくて <laughs> まあ企画的な試合をやるんだけれど あのー、ま、あ練習してないんだよね。で、あ、やばいなと思って、ちょっとここね、ホテルなんですけど、一人でね、こっそり練習してたんだよ。シャドーボクシング。こうやってシュッシュッシュッって。で、5分ぐらいでもやめました。息ハーハーで。だから俺ちょっと、体力的な部分で、ちょっともしかすると、ミニラさんにちょっと分が悪いのかなと思ってます。うーん。 多分テクニックとか体力とかそうあ、テクニックとかそういう技術的な部分では勝ってると思うんだけど、体力がちょっとないなって。だからど大丈夫かなってちょっと心配になってる俺は。ミニアさんに。あ勝てるわけねえだろいやいや、お前さ、どこにさ、負けてやる試合なんてあるの負けてもいいや。 なん、ね、だって勝負事は勝てる勝たなきゃって思わないといけないだろうだから俺はもう負けるつもりで行くつもりないよ絶対に勝つって意思を持って勝ちに行くからええー、絶対勝つよで練習次第いなめすぎってあの練習したってシャドーボクシング5分うん で、ちょっと疲れたから休んで、そのまま寝ちゃったっていう話なんだよ。だから今日もごあのシャドーボクシングするよ。1時間ぐらいお。放送つけて1時間シャドーボクシングでいいよ。無言で。こうやって。お前らにずっと見せててもいいよ。あ、1時間頑張ってんなって。どうでもいいあ、そう。お前、ボコボコ、ね。 もしもしー。あ、すいません。はい。あ、すいません。あの、連泊ってできますか。ええ、ええ、ええ。すいません。えっ。あ、あの、一時間後で大丈夫です。ちょっと、お腹痛くて。え。

あえまあえ延長でじゃあはいあはいでもまあ延長したときにあの普通に連泊取れましたけどねあの延長料金取られてえあそうなんですあえー、はいはい じゃあ、えー、延長で2時、2時まで延長で、はい。はい、お願いします。タイヤが悪いわ。別に1時間ぐらいさ、連泊するって言ってるんだからいいじゃん。いや、だから、2時延長だったら、あの、チェックアウトの時に金払えばいいですよって言われた。で、 あの連泊するときはもう12時半まで来いと言われたそんなことできないじゃんリスナーさん放置してとりあえず俺は2時間ちょっと延長してでちょっとホテルチェックアウトして1時間待ってまたチェックインするようこういうことにしますええー、ここうん仕方ないよねいやあのね手続き大変なんだよまず携帯を持っていかなきゃいけないんだよね であの、一回放送切らないといけない。うんだからそれが大変だからさ、俺はお前らがさ、炎上ニュース見れなくなるの嫌だから、ね、昼休憩の人たちのためにも。だから、俺は連泊じゃなくて連長にしました。ええー、お前らが好きだから。だから俺も、えー、お前らも俺のこと好きになってほしい。 ええ。ホテル代は1万3000円だって。延長するから1万5000円だね。はい。まあ、そんなことはどうでもよくて。じゃあやりますか。<laughs> おはようございますフワッチニュースキャスターのホワイですこの放送枠は 昨日起きた出来事を皆さんと情報を共有し、知っていこうという枠です。昨日何があったのかな昨日何が起きたのそれを知れる放送枠となっているので、知りたい方は見ててください。注意事項として、間違っている古いとコメントを連投する方がいます。古い古いという連投コメントはやめてください。古いです。 昨日起きた出来事を話すわけですから。さらに間違っているよとコメントを打つ方がいます。それはありがたいです。間違った情報に正しい情報。間違っていたら指摘してください。これはみんなで作っていく放送枠なので。ではやっていきます。ふわっち大炎上ニュースターサラサラ 目開いてるよじゃあ早速一つ目のニュースからやっていきますじゃあまず一つ目んえなんととある配信者が出所です釈放されました名前はなんとこの方です 逮捕されている配信者を思い浮かべてね、この方が出所しました。これはね、新八ちょくんのツイッターにて報告されてます、えー。赤ラークさんが出所した模様です。はい。えー、まあ面会に行く、面会に金沢行く予定やったけど、金売値まだ知らないのかな なんかまだわけのわからないこと言ってるけど、ツイッター連携してると凍結になるとかなんたらって。あの、まあ、赤ラークさんっていう、まあ、元フワッチ配信者、永久版になっちゃってるんですけど、この方がね、先日ねあの、逮捕されたんですよ。詐欺で。で、結局どうなったかっていうと、なんと示談で出てきたらしいです。まあ、詐欺したお金を全額返金と。え、昨日ね、あの、倍さんかな バイさんがラークさんの電話したのかなその話の内容という部分では、まあ、全額返金ということで話がついたということらしく、えー、ラークさんは無事釈放された模様です。はい。まあ、ラークさんね、あの今ね、めちゃめちゃ逮捕されてるんだよね。えー、未成年引行。これ新聞に載ったニュース。で、女性に対してのレイプまがいのこと。あとはお金の恐喝。で、次は詐欺。 4件ぐらい捕まってます。でも、4件とも、まあ、なんて言うんだろう。まあ、不起訴とか示談とか、そういうのばっかですね。うん。まあ、そんな感じで、まあ、ラークさん、逮捕オンパレードです。はい。でね、ラークさんは、じゃ不起訴だから、信頼できる人なのかわいそうにって思っちゃダメですよ。これね、昔からね、根が変わらないんですけど、 彼は、ね、こう、ラークさんに言っちゃダメだよ。彼はね、あのー、すごくお金に汚い。うん。金になるとね、本当に汚いこと何度、何回でも、あの、何度でもするから、あんまり信用しちゃいけない。だから、ラークさんが連絡来てね、俺、何々さんと友達で、なんか信頼できるようなね、喋りでし話しかけてくるけど、基本的に無視でいいです。うん。危ないので、 はい。いや、むしりいいと思うよ。あの、まず、ふわっちの配信者、被害者いるんだよ。まず、ロビンソンさんとかね。あと、ウサギミサちゃんとか。二人ほどいるから。あと、氷山の一角で、まだいっぱいいると思う。ラークさんに何か、詐欺られたとかね。うーん。騙されないようにね、みんな。まあ、そんな感じですね。ラークさん、とりあえず、出所です。釈放されました。 まあ、ラークさんがね、好きな方は、ニコ生でよくやってるんでね、ニコ生で見に行ってあげてください。はい。まあ、サヤンも金貸してたはずあ、そうなのこっちにも貸したことあるやろだから、ラークさんと知り合いの人は、金貸してる人多いと思う。で、まあ、あ少学だから忘れてる人もいるんじゃね。もう、1万円ならしゃあないなとか。そんなんじゃないの。まあ、あ皆さん気をつけて。あとね、 あの、配信者に金貸すってのはさ、あの、いいことなんだよ。ネタにできるからね。配信者同士だったら。でもリスナーさんが配信者を金貸すという場合だったら、本当信用できるなって思って貸さないといけないよ。ちょっと見て可哀想だなと思って金貸しちゃいけないよ。うん。これもさ最初に言っとくわ。あ、この人すごい泣いてる。うわ、可哀想ね。え、そんなことがあったのって思ってね。もう。 貸しちゃいけないもう貸すんだってあげた方がいいよ。ね。帰ってこないから、絶対に。っていうことですね。じゃあ次いきます。はい。ツナちゃんのこと言ってるツナちゃんのことは言ってないけど、みんながツナちゃんのことを思い浮かぶんだったら、ツナちゃんのことだと思ってもいいよ。うん。実際返してないから。じゃあ次いきますね。 え次が、あー、なんと皆さん、これは嬉しい朗報ですよ。あの、美人配信者が、セクキャバ退入です。うわーマジかよー行こうかなってくらい思ってるよ、俺は。セクシーな生足とともにツイートしてました。退入っていうのは一日体験みたいな感じだね。はい。誰だと思うセクキャバに退入です。 働くかもしれない。もうせ、せいっぱい。えなちょっとあの、下足なんでね、あんまり映せないんですけど。東ユリアです。はい。セクキャバの退入来たということでね、えー、セクシーな足とともに、写真であのツイッター投稿してます。いやー、行こうかなぐらい思ってますよ、俺は。はい。 これはね、折、えー、原君の名前を使って、まあ、東ユリアってしてるね。東か、東ユリアってしてるそう。ユリアちゃんですねあ。で、写真はまあ、生足を投稿して、なんかやってたね。別にあのパンツが見えてるとかじゃないんだけれど。デッドボールじゃない。どこの店か不明です。はい、書いてないんで。 でも多分、ユリアに聞けば、どこの店で働いてるか分かりますね。ナーボーに教えとけよ。今はね、あの、折原くんのことが好きらしいよ。だから今、折原くんにキュンキュンだから、まあ、ナーボーさんに対しては、まあ、好きだけれどまあまあ、今、折原くんが好きって感じです。感情的に。はい。 それは嘘。まだナーボーのこと好きなのかないやー。この前大阪でね、盗撮してたからね。まあ好きはあると思うけど。でも今は折原くんらしいけどね。はい。そういうことですよ。まあそんな感じユリア、えー、セクキャバで退入です。あの、ユリアがあの、隠し写真出してたよ。ナーボーとユリアのツーショット写真。ユリアのツイッターで投稿してた。うん。 大好きって書いててじゃあ次いきますねえ次がああいやおめでとうございます本当に <laughs> まあ昨日ね告知していて俺も炎上にして取り上げたんですけどなんだあの配信者がふわっちで復活しました <laughs> おめでとうございますいや わかるでしょ復活っていう言葉でこの方ですねええ、よっさんです森義篤え義秀ええ、義秀さんがフワッチに再び登場しました。 本当は引退するってツイッターで報告してたんだけど、考えを改めてね、こんなことで引退してたらキリがないということで、引退は撤回ということで復活です。おめでとうございます、本当に。はい。なんかね、でも永久版だっていう風に思ったらしいよ。あのね、運営からね、あのね、配信者ってさ、版になると、規制のお知らせっていう命令が届くのよ。 大体が。で何、何日までバンとか、無期限バンとか来るわけ。で、予算はそれが一つも来なかったらしい。その証拠の、あの、動画もやってたけどね。証拠の画像とともに。だから、運営さんに、まあ、そのおし、規制のお知らせも何もなく、まあ、解除された男です。はい。もうね、 フワッチの神様と言っても過言ではないぐらいの立ち位置にいます、今。えー、あの、運営とヨッさんは、その、つながっていないと思うんだけど、運営側はすごくファンが多いらしいからね。基本的にヨッさんがバンされることはないです、多分。ええー。あ、A バンになることはないです。バンになることはあるかもしんないけど、一日バンとか、本当長くて一週間バンぐらいですよ。 俺は運営とね、麻雀打ったことがあるんだよ。その時に、ロッサンは、フワッチ運営と、ふわっち運営のみんなはファンが多いから、結構緩めだよっていうふうに聞いた。うん。はい。いや、俺はでもね、悲劇はあると思うよ。ええー、忖度は。あのー、やっぱプラチナプラスは緩いと思う。で、そのブロンズとかシルバーとかは、 即刻消されるね。うん。やっぱり。いなくなっちゃうね。やっぱお金稼いでるやつが正義なんだよ。よっさん、プラチナだぞ。俺もプラチナだよ。ええー。まだプラチナとかプラチナプラスはいいんじゃないうん。まあ、ゴールドプラスもいいんじゃないただ、あの、シルバーとかブロンズは、多分運営からしたらゴミ、ゴミみたいな感じなんじゃないだから、ブロンズと、 プラチナプラスの、えー、規制の内容が全然違ってくるからああの確かね新幹線乗って配信したやつがバンになってでアマチンが新幹線で配信やったら配信落とされただけっていうのがあったんでそういうなんかあの差別化がありますねはいだからまあ皆さんねランクを上げてさあの規制を緩くしようってことですよだから金を稼げと だから、ふわっち頑張ってください、皆さん。はい。ということでね、まあ、とりあえず、予算復活です。はい。で、さらにね、あのー、リスナーさんが、これ、見てたのかななんとですね、まあ、俺、あの、アップルストアのさ、レビューの、その、なんて言うんだろう、口コミを紹介してるんだけど、アンドロイドの方でも、レビューの口コミがあって、 それをちょっとと紹介したいと思い思ます、えー、運営さんこれがふわっちのリスナーさんふわっちのミーですこのレビューを見てください、えー、こんなことばんばん書かれてますよふわっち運営さんこんなことが書かれてましたまず一つ目がこれですね もう長文ですよ読みきれません、えー、星1、えー、ヤンさんヤンシンさん、うん、があの投稿した内容ですねもうこれはかやくたるさんの内容です2022年のちょっと古いですけど8月18日の内容ですまあちょっと えー、火薬たるという配信者は、老人を配信に出して、結果、えー、防御、え暴行トラブルを起こし、警察に被害届を出されました。その時に、暴行、自分の家に老人を引きずり込むが動画に残っているにもかかわらず、運営は配信休止などの対応を取らず、伸ばしに、伸ばな、伸ばなしにしています。 なぜこういうことが起きるのかというと、その配信者は課金アイテムをたくさん投げられるので、運営にも収益が入るからです。この配信者に限らず、アイテム収益がある配信者は、迷惑行為をしても、甘めの処分、もしくはスルーになることが多いです。今回も被害届が出された後、これから罰金などの費用がかかる、 アイテムお願いしますと平気で配信してました。まあ、ちょっとね、全部読むのもしんどいんで、ここまでにしときます。まあ、要するに運営に対してもね、ちゃんと対応してくれと、ヤンシンさんは言ってます。ええー。これ、アンドロイドのダウンロードのレビューだね。Google、えー、なんだ。Google プレイの、えー、レビューです。はい。 でもう1個ありますね、3つぐらいあります。去年ですね、えみたろう配という配信者は3か月前に覚醒剤の常習者として服役しており、 配信で注射を見せたりやり方を配信で教えたりしているにもかかわらず運営は通報しても対応してくれませんみたいな、えー、未成年や心に弱っている人が真似したらどう責任を取るつもりでしょうかこれがダウンロードする方は要注意ですと、えー、言われてますでもまあ恵美太郎ちゃんバンになりましたんでね、えー、1月頃に だからまつりちゃんの思いは伝わり,伝わりましたよでさらにもう一個あります、ね、えいっぱいあるんですよこんなこと星1ですねああさん年 眠りにぶち込んでやろうかというねレビューもありましたえー、まああとたくさんの辛辣なコメントが寄せられてますえー、まああとたくさんの辛辣なコメントが寄せられてますえー、運営さんふわっちのねこの評価とレビューがひどすぎる件についてなんとかしないとこれフワッチがどんどん廃れていってやっぱり 悪い配信サイトって思われちゃいますよ。せっかくね、上場したんだから。ええー。でもね、俺思うんだよ。まあ、クリーン化を目指してやろうと思ってると思うんだけど、クリーン化しなくていいんじゃないかなって。やっぱりさ、汚いものが、なんか、サイトとして人気が出ると思うんだよね。なんか、綺麗なものってパッとしないじゃん。だから運営さんはもっとね、ちょっと規制を緩くしてさ、 ある程度の、まあ、警察沙汰、警察沙汰じゃないぐらいのトラブルは見逃してほしい。うーん。不倫化してほしくないです、俺は。もうちょっと汚くやってもいいんじゃないかなと。思ってますね。えいや、犯罪サイトにしろ、しろとは言わないよ。ただね。あのー、例えばさ、ちょっとテレビに出てさ、 ニュースになったぐらいで A 番にしたりとかああそういうことを言ってるんだよだ A 番になっても解除されるそのシステムとかね入れてほしいよねそんなのえー、だから無責任なこいや俺は正直トラブルがあった方がね炎上ニュースはかどるからええー、俺は昔のフワッチが好きだってよ 調べてみなよ。ふわっち感心さでね、バズった動画があるんだよね。えー、いつかの大晦日、01と和藤さんが喧嘩したり、テレチャンピンがヨッサンをね、たこ焼き投げて喧嘩したり、もう閲覧がその時5000人行ってたんだけど、当時、閲覧1000人行くのがすごいって言われてた時代、それを5000人叩き出したね、伝説の大晦日。えー。 途中でしきちゃんが来て歌い出したりもういろんな配信者総勢30名以上の配信者が集まってね大騒ぎしたあのキャスバーで起きたトラブルえああいう時代に戻ってほしいよふわっちは今はもうね家立つとかさそういうのばっかじゃんねだからちょっとねやっぱちょっと外配信するとバンになるかもしれないってビビって配信しない人もいると思うから ええー。だからちょっと規制緩くしてほしいなと思いますよ、俺は。時代遅れの豚老害なのかな、俺。俺は老害なの。全然老害じゃないと思うけどね。閲覧のためなら何してもいいのかまあそういうわけじゃないけどね。まあね。 まあそんな感じで、ええー、フワッチの評価とレビューがひどすぎる件についてでした。クリーン化しないと犯罪サイトって言われるから、レッテルが。あ、そう。えでもさ、もう上場したからこっちのもんじゃないの。ねえ、あとはもう規制緩くしてほしいよね、ちょっとぐらいね。 あ、そっか。ちょっと犯罪しただけで株価が暴落するからダメ。あ、なるほどね。じゃあずっとクリーン化か。ええー。難しいね。じゃあ次行きます。はい。え、次はね。あ、これはちょっともう、俺にとっては嬉しいことなんですけど。なんとですね、皆さん。 悲しい話ですけど、海老原ゾ蔵さんのナイスが、え、剥奪されたかもしれません。なんと昨日ね、海老原ゾ蔵さんの枠にいて、ナイスボタンがなかったらしいです。なので、実質これは剥奪されたんじゃないかと言われています。 これ、ね、なんで番になったのか、正直原因がわかんないです。本人も口でなんか言わないっていうか、何で番になったのかちょっと不明なんですよね。みんな知ってるなんで番になったか。そう、番の理由が不明なんですよ。みんなも知らないと思う。あ、YouTube 映したからそれが番。あー、なるほどね。 まあ、でもそれはあくまでも噂程度の番じゃないえー、ってことはね、あのー、こう、多分、エビハラスケゾウさんのナイスは剥奪されるから、3ヶ月間。えー、あの、1位の座のスポットというか、席が空くわけよ。えー、で、こっから、おエビハラがいなくなったと。養分とゼロワンが、ここから全力で手、本気出してくると。 俺はもう1位狙おうとは思いません。ええー。もう正直3位とかね、2位とか、その1位でいい、いいなと思ってます。なのでよかったらね、皆さん。えー、もうこう、え、え、え原すけのナイスがね、こうやってなくなったんで、1個ランク全員上がるわけですよ。えー、ナイス押してってください。お願いします。お願いします。押してってください。 え、もうナイスの賞金しかないんです、俺は。いいですか、それ。それは無理なんとかアカウント出して。えインゲ、ほ、え、インゲンジ、方形さん。またお前昨日からいるな。NG 入れるぞ、この家の。インゲージ方形。またお前か。イベントやれよ。 いやー、イベントだってさ、やったって、みんな応援してくれないなって、ちょっと自信がなくてさ、怖くてできないっていうのもあるんだよ。あとさ、自由に配信やりたいなと思う部分もあるし、あとリスナーさんを、ね、これは、まあリスナーさんを、これはもう綺麗事だけど、リスナーさんのことを思ってね、やっぱ俺のせいでさ、お金がなくなったって言わしたくないじゃん。ええー、だから、 そのリスナーさんの負担をかけけたくないないっって思って思るわけですよええだからナイスだけでもいいからちょっと押してってほしいなって思ってますめんどくさいあのさめんどくさいってお前金を稼げるとんでもないイベントだよええそれはないよめんどくさいからやらないとか金稼げるのに、うん、あの稼ぎのお前ねっ 大半のフワッチュの収入の稼ぎはこのイベントだからね。ねだから押してってほしいよ。押し方がわからないああ、天然スライダーさんいい質問だね、えー。ここにね、白紙ボタンがあります。えー、見えますか下の方に。ここを、でやると、でやると、 黄色に変わります、えー、すると色が、ね、黄色に変わって上の表示表表示表の拍手ボタンが増えます、えー、そしてあなたと僕は一体化するというシステムですね2回押しちゃダメだって2回押すとね黄色からねネズミ色になるんだよちょっと俺間違ってねで2回押しちゃったから3回にやり直したけど 似顔しちゃダメだよ、お前。頼むわ。<laughs> まあそんな感じで、海老原ゾ三さんがナイス剥奪です。いや、まあ、ナイスボタンがなくなったんで、多分、予想とされる内容はナイス剥奪だと思われます。はい。っていうことですね。 じゃあ次いきます。<laughs> え次がね、えー、あこれはびっくりしました、俺は。なんと、ゼロワンの家が、えー、爆発する予定です。なんか警察から連絡来て、爆破予告されているらしいです、ゼロワンの家が。はい。で、警察から連絡来てね、そういう話を聞いたということらしいです。 えー、だから「01」に爆発するかもしれませんこれはね今日のふわっちさんっていう記事を見たんだよってさ今朝の配信でのことですが「ゼロワンさんに警察から電話が来て爆弾が仕掛け,仕掛けられていると連絡があったそうです どうやらアンチが、ね、ネカフェから警視庁に犯行のメールを送って爆弾をゼロンの宅に仕掛けたと書いていたようです。ゼロワンさんは本気にしていませんが、いたずらでも犯人は捕まる可能性がありますという、とんでもないアンチが爆弾です。行かれてるねえ。えー、まだゼロワンにね、そロワンの家に行ってさ、玄関先に紙置くならわかるよ。ポスターに入れるとか手紙入れるとか。 警察の方に行って、ね。それを予告するって、狂ってるよ。ええー。これ大丈夫これ。警察、だから、あ、愉快犯でしょ。遊び半分で、ね。あのー、ゼロワンの、その、や嫌がる顔とか。 でゼロがそれを話題に出すことによって嬉しいって思う愉快犯がやった犯行だと思うよ、うん、多分爆発しとか爆破はされないと思うけどやりすぎだよねこれはええー、やりすぎですはいこれは何りなのちなみにええー、爆破予告のまあ予告をね警察,警察のほうに送ったってことだから 何罪なの脅迫罪なのこれはあ脅迫罪なんだうんあのうちの社長をね殺さないでください本当にええだから最近プライベートで電話したんだよそしたら弱弱,弱なんて弱音を吐いてたよ俺もいっぱいいっぱいだよつってあ10分ぐらい電話した あの、ゼロワンがね、弱音を吐いてました。いっぱいいっぱいだと。でも、パルパルとね、マリオでね、やっていきたいっていう風に、会社が大変だよって言ってたよ。ええー、彼もね、彼で大変なんですよ。いろんなプレッシャーがあ,あってね。応援してあげたいね。ええー、応援してあげてね、みんなも。 えー、脅迫罪ですね。漂白罪って言ってません。<laughs> 何の会社してるのまあ一つはライバーだね。これも言ってるでしょ。もう一つは言ってない。うん。ただ、俺は知ってるけど。はい。その会社に関しては、ゼロン自身が、もしね、言うときがあると思うから、そこ、それまでは待てって感じだね。ライバー事務所的な。うん。あ、 ライバー事務所で思い出したんだけどそうフワッチ監視員さんのね記事で見たんだけどさトム・ソーヤキカミがなんとですねえー、事務所に加入したらしいです誰でも入れるかわからないけど声かけてくれたみやびくんは信用できる6年の付き合いだから事務所に入ったからって収入安心じゃないよ 頑張らなきゃ何もならない。入っただけじゃ一週,週間しないうちくらいに契約書を結ぶみたいな感じ,だ感じなんだよねってことです。はい。宮部君の事務所に入る予定です。で、宮部君もツイッターで告知してました。こんな風に。 TikTok ライバー限定5名募集。現在、TikTok で配信しているライバー始めたい人、思いっきり稼ぎたい人、条件やる気のみ、えー、報酬は還元率100%プラス、ボーナスあり、マンツーマンでの無料プロデュース、まずお、お気、おお気軽に24時間 DM においてお問い合わせをお待ちしております、ということらしいです。 ええまあ、どういう内容なのか分からんけど、でも報酬還元率100%プラスボーナスありって最高じゃない、ええ、だから稼いだ分は自分のものになるんじゃないのこれは。で、ボーナスも入るんでしょこんないい話ないよね ?100% って書いてるよ。報酬は還元率100%。 ちょっとあの友池に電話してどういう内,の内容なのかちょっと聞いてみるわあでも友ムの LINE ってこれで合ってんのかな 友池の LINE2 つ知ってるんだけど1つは紛失してなんか使えない LINE なんだよでもう1つの LINE があのワンチャン海の中沈んでるんだよねだから俺ワンチャン海に沈んでいる LINE に電話してるかもしんないええー、ってことは友池と連絡がちょっと取れないから今無理かないもんな,なんか友池から新しい LINE ですって あ、ともいけいるそっちじゃないどっちなんていう名前なのええー。ともいけ3つぐらいあんのかなあ、静かであんのかなもしかして。ごめんごめん。静かかああったこれか交換してたわ !3 つ目のやつ。 あれ？あ間違った。あまた同じやつなんだけど。あ。あすみません。あ池上さん？はい。あしず,しずかです。あしずかちゃん？ おはようごすいませんなんか電話しちゃっておはようございますあのねあの静香ちゃん、はい、なんかあの事務所に入ったのもああの契約自体はこれからだけどみたいなあっ何宮城くんの事務所に入るのはいえー、ええそれってさはい俺もねちょっと、まあ、事務所まだ入ってないんだよワンのねはいでね宮城くんの事務所ってどんな感じなのかなってちょっと聞きたくてさはい え、どんな内容なのその、報酬とかね、ねそういうボーナスとかあるのかなと。なん,なんか、詳しくは、なんか、一つメに言われて。あ、うん。そ,<の>そうなんだ。そう、あの、LINE 電話して。うん。え、ってことは、はい、でも、何パーセントか取られるのいや、取られない。取られないはい。え、めちゃくちゃいいじゃん。 なんかあの、フワッチで稼いだお金はじゃあまんま自分のとこに入るってことあフワッチは全く関係ないからあまた違うフワッチはじゃ自分で稼いだ分はもらえるんだフワッチは全くその事務所のタッチだからあの、TikTok があ、TikTok で入ったからそうなんだあじゃあこのままの内容だ還元率100%でボーナスありこうなんか Twitter で報告してるんだけどそういうこと ま、あそれ、言っていいか分かんないけど。言ってるの意味が分かんない。はい、それやばいじゃん。理解しないと。いや、い、あ<の>い、いいかかんいあ,あ、言っていいか分かんない。あ、言っていいか分かんないはい。なるほどね。いや、はい、あの、ツイッターで言ってるよ、これ。ほら。報酬は還元率100%プラスボーナスありって。あ、ツイッターで。お、言ってる言ってる。宮城く君の公式ツイッターで。これを聞いて、友幸やろうかなと思ったんでしょいや、あの、 やろうかなと思った時は、うん、あの、この前、那須に行った時に誘ってくれて。うん、あ、そうなんだ。はい。あ、なるほどね。で、友池はじゃあ t i k t o k e になるんだ。これからね。TikTok も頑張っていこうと思って。あ、マジか。マジ応援してる。あの、友池みたいな、トランスジェンダーみたいなね、キャラはバズるよ。はい。はい、うん。だ頑張ってほしいよ、静香ちゃん。 うういう動画見たらいい動画たらやっぱトラなんかあのまあなんて言うんだろうねまあオカマというかな,な,んなんていう類いなニューハーフなのはいトランスジェンダーなのニューハーフ,ニューハーフじゃニューハーフみたいに、はい、なんかもういじられキャラになるとかねはいいじられキャラ、うん、そうそうそうなんかそのホストのとこ行ってまあちょっといじられちゃうとかホストに、ね、はい そそういうういのはバズりそうだけどね確かに面白そううん友之は正直まだその綺麗という段階ではないじゃん整形もしてないしはい女の子らしい句はないからねだからまあ成長過程とかもうんあげたらいいかなって,思ってああいいじゃんえもう今ホルモンの注射してるの毎週あ二2週間に1回 1> あそれいくらかかるんだっけ高いんだよね1回4400円です 安いいね意外にはい、でもなんかだんだんさなんかトム池女の子らしくなってきたよねなんかふっくらしてきて顔もあ,ありがとうね、うん、声はトム池のまんま,まんまだから声を変えた方がいいかもねちょっとねあボイストレーニングもっと頑張ろうかなとうん喋り方もなんか女の子の感じの方がいいんじゃないなんか男っぽい今やっぱり <laughs> 男っぽいうん完全にトム池さんですね池上さんというか し静香ちゃんじゃないよね池上さんって感じあ,あの確かにコメントで結構喋り方とかも言われると変えた方がいいよその変えないでそのまま喋ってたらおっさんがただ喋ってるだけみたいになっちゃうはいうん分かったちょっと思いっきりありがとねあ,ありがとうございます,、うん、いますあのまた雅くんの,そのプロデュースのなったみ静香ちゃん見るね はい、ぜひ。うん。じゃあ、ありがとう。無限の彼方へ。えー、さあ、行くぞ。笑って。こらえて。やれんの勝って。ありやす。えー、失礼辛辣いや、あのさ、女の子に変わろうとしてるわけじゃん。だったら、喋りもちゃんとしないと。俺なら女の子になりたいんだったら、喋り方も変えるよね。そうなのよ、と。 あそうよ、そうよ、みたいな。え喋、ー、り方変えずに女の子になろうなんて、俺は逆にそれが失礼だね。えー、ひどんなさんみたいな感じでね、変えないと。どうやさんとか、そっから入っていこうよ。喋り方にも。あ、どうやさんそう、どヤやさんね。うん、とか。そんな感じで入れていこうよ。 ひどくねいやでもねトム池は女の子になりたいって頑張っててで俺最近トム池の放送見てるんだけど一瞬女の子に見える時がある横顔とかさん。あかたまにさトム池コラボしてるけど女の子になる瞬間ないあるよねあれちょっと女の子に見えるなってかつらなんかかぶってんのか長い髪の毛でね俺あるね一瞬あれ女の子っぽいなっていう 俺はあるよないわけない一瞬なる時あるって横顔とかうん努力してるのはわかるけどねもっと努力した方がいいよっていうちょっとアドバイスでもう俺はほらホモ大仏だからねちょっとジャンルは違うけど友キ言ってるよチンコも切るって言ってるからねから一番気合入ってるよ じゃあ次いきます。<laughs> ねええ次がねえ、あ、なんとですね、これびっくりしたんですけど、えとある配信者が事故りました。昨日放送でなんか見ててで、ツイッターを見かけたんだけど血だらけになってた。事故りましたね。 大きな事故交通事故ですかねこれは名前はこの方ですパチパンチですえー、パンチさんが昨日ウー,ーーウーバーイーツの配達の途中でなんか国道を走ってたらスケボーだけが飛び出してきてそれを まあ避けようとしたのか、踏んづけちゃったのか、それでこけて、あの、血だらけになったらしいです。ツイッターでも、え、投稿してます。血だらけのパチパンチ。あの、スケボーだけ出たんだよ。国道にね。それを、なんか、踏んづけちゃったか、避ける動作で倒れちゃったらしい。バイクが。うーん。 ま、バイクは大破してないんだけど、すり傷なんだけど、パ,パンチがもう、なんか、足とか手とかでもう、すりむいちゃって血だらけになってたんに。で、事故っちゃったって話ですよ。で、スケボー野郎はどうなったのかっていうと、あの、まあ、ちゃんとそこは大丈夫ですかって駆け寄ってきて、で、話し合ったらしいです。時短金で40万もらう予定らしいですね、今日。 病院はね、行ってないらしい。めんどくさいから行かないってことで。ね、で、まあ40万円、まあ、もらう予定らしいですね。まあ仕方ないよね。まあ、そう、だ事故らしちゃったしね。高すぎだろいやいや、だって血だらけだよ。うん、首も痛えっつってね、言ってた、放送で。 当たり屋いやいや、運転してる途中にスケボーが出てきて、それでね、ぶつかったわけだから、これはパッ、パンチが、ね、悪くはないんじゃないあ、警察は一応通したらしいけどね、パンチ曰く。そこはちゃんとやったらしいけど。警察はよ呼んでるよ。ええー。 おかししくない運転してる方が当たりにスケボー、スケボーは人が乗っていないスケボーに、まあちょっとね、踏んづけちゃったのかな。それでこけちゃったって感じですよ。スケボーがかわいそうまあでも、結構ね、ツイッターの写真見たら、あ結構、切れてんなぐらいの血だらけになってたよ。まあほ、放送では映せないけど、すごく血だらけでした。 いや俺なら40万じゃないよね。100万円は引っ張るね。ああおどな,いどないしてくれんよ、俺の体傷つけて、っつって。100万ぐらい取るけど。みんなだってさ、ね、他人事だからさ、いや、あの、高いとか言うけど、お前らが当事者だったら、もっとふっかけそうだけどね。うん。ええ。俺ならふっかけるよ、もっと。おどないしてくれるんや、つって。 でも相手ね、金がないらしいよ。だから今、所持金が5万円しかないらしい。だから、親から金借りて35万。40万今日払う予定らしいですよ。はい。そんな感じでパ、パパチパンチが事故りました。じゃあ次いきます。えー、次がすごいね、これ。 ウイタンさんがなんと閲覧5000人を叩き出したのかなうん。え、とんでもない閲覧数を昨日の夜叩き出すと。たぶん昨日の夜の最高閲覧じゃないかな、ふわっちで。どういう内容かっていうとね、こういう内容でだったらしいです。え、これか。 ウィハウス男子入荷っていうタイトルでねえーなんとウィタンハウスに男性の方が来たという放送タイトルで枠をやってましたでまあ匂わしてねちょっと引っ張り芸をやってたというかその時閲覧2700人か2800人ぐらい来ててで結果誰が来るのかとまさやんかとかパルパルかとか まあそんなこと言われて、政治家とかね。まあいろんな配信者の名前が出てたんですけど、まあね、あの、その予想を超えるものではなく、中田会長が来ていたということらしいです。はい。来ていたことらしいというか、来ていた。中田会長とウイタン付き合ってるからね、彼氏さんがウイタンハウスに来たということですね。はい。で、中田会長も顔出ししました。 えー、まあ、マスクしてたのかな俺はね、中田会長の顔は、ちょっと見てたからさ、わかるんだけど。うーん。まあ、顔出しもしたということで、閲覧がね、5000人いったって感じですね。はい。で、政治が、あのーまあ、手術終わって、昨日退院したんだよ。で、ウィタンの放送を見てたのかなで、政治が怒ってたよ。怒ってたというか、文句言ってた。 あれは水増しだと。ね。ゼロワンとか女芸やってるのに閲覧1200か1800人しかいなかったと。ね。ゼロワンより閲覧あれで多いのなんておかしい水増しだっていうにって怒ってたね。やってるよあれっつって。なんであれで閲覧取れちゃうんだって。えー、文句言ってました。運営さんあんなんで閲覧取らせちゃダメだよぐらいも言ってたよ。 でまあ、そんな感じでウィタン昨日のフワッチの閲覧数最高閲覧数5000人,ぐらい5000人超えということですすごいねこれちなみに俺は水増しじゃないからねうんえー、全然水増しじゃないからだって俺ね元運営さんとマージャン打ったことあるけど パルパルの閲覧ス水増しとか言われてるけど、ね、パルパルくんの。水増しじゃないよってはっきり言われたから。水増しじゃないです、これは。ええ、元運営さんに聞いたんだから。これは水増しじゃないです。はい。そんなわけないだろじゃ、ナイスが少ないのは、 まあ、嫌われてるというか、まあ興味がないというか、応援したいっていう気持ちを持ってる人が少ないというか、そんな感じですよ。多分俺、閲覧ね、このまま1万人集めたとしても、多分ナイスね。俺がナイス押してくださいって言ってくれて、押してくださいって言っても、まあ500ナイスだろうなっていうぐらいですよ。一言言言うだけで。で、引っ張ってようやく1000ぐらい。ああ。 ほんと。どうやったらお前らと仲良くできるのか。ほんと悩みの種だわ。仲良くやりたいんだけどね。全然内装してくれないから。うわ、間違って。おととの水飲んじゃった、これ。お前らのせいだわ、これお前らは悩んでたせいで、3日前の水飲んじゃったよ、これ。大丈夫、これ、開けっぱなやつ。 大丈夫かこれやっちゃったよこっちの水だって天然水まあ大丈夫でしょう俺はねお腹ね強い強いんで大丈夫ですはいじゃあ次いきますええー、あ ま、今回ね、とある配信者たちのトラブル続出という本タイトル言ってるんですけど、まあ、いろんなトラブルを言ってきました。で、最後のトラブルがこれです。とある配信者が、決闘です。決闘しました。で、勝敗がついたということですね。その人の配信者たちの名前は、 なんとの前にナイスのし、ナイスです。えー、ナイスの CM です。お願いしますナイス押してってくださいえー、いいですか ?5000 人いるんでね。押してってほしいです。ナイス。目標は800ナイスえー。 それでやりますちょっと本タイトルトワラー配信者の決闘あナイスありがとう花火あいつもくれるねみーちゃんアリアスドンチキうーやっぱり5000人いるとナイスの伸び率は高いねもう700ナイスだよえー、ありがとうございますリスターさんも大好き俺はお前らと仲良くやりたいなって思ってます あとはお前らが歩み寄ってくれることを俺はね願ってる歩み寄ってほしいよね俺をあと800なんですもう少しいやーいけるかこれ800まであっといけるかあと18人あと18人 800のやつありますじゃあ、えー、本タイトルいきますとある配信者の決闘昨日ねえルイさんとイキリストがボクシングジムで、えー、戦いましたはいでなぜ戦ったかっていうとまあなんかルイさんとリリーさんが初めてね まあ、黒川ハイスのリアツオッケーみたいな放送タイトルでやってたわけですよ。そしたら、エキリストが枠を取ってね、まあ、嫁りに行くと、勝手に行くわ、みたいな感じで、なりまして。で、直接電話して、まあ、喧嘩になりました。で、ボクシングジムで、まあ、戦うって話になるね。ボクシングジムで戦うことになりました。はい。で、結果どうなったのか。明日ね、ゼロワンとルイさんがね、戦うわけですよ。 結果こうなりましたこれ YouTube のね切る切り抜き動画なんですけどルイージ VS イキリスト総合ルイさんが首絞められて負けました はい残念ながら、首、なんていうのこれう、チョークっていうの首締めチョーク試合内容は30秒ぐらいでしたね。それで終了しちゃったということです。はい。まあ、あのー、なんていうんだろう。えルイジはでも、面食らってたけどね。え首締めるのええってあの動画を見てたのに、ね、言ってた。だから ルール自体がちょっとよく分かってなかった可能性があります、ルイさん。だからこれね、ワンチャンほら、理解してない状態、面食らって負けた可能性もあるよ。えーまあ、ちなみに、ルイさん謝ってました。何回も説明あったよ。あ,あったのに、あったのにかかわらず、 え首絞めるのって言ってたんだイキリストさんに乾杯しました無邪気で食い、えー、無邪気でいいやつなのかもしれまんえ無邪気でいいやつなのかもしれない顔も可愛かった悔しくて泣いた応援してくれた人ありがとうごめんなさいってことです <laughs> で俺はねちょっとこれあ,あごめん俺の顔でいきなりあそゼラワンとルイスさんやるじゃんでルイスさんなんて イギリスと試合しちゃったのかなっていう。俺はね正直ゼロワンとやった後に試合して欲しかったね。これはね、あルイさんねルイさん。これなぜかっていうと、もうねルイさんがいかに弱いかっていうのがもう分かっちゃった状態でゼロワンでやるじゃん。でゼロワン勝ってもあそうだねっていうなんか見え方になっちゃうんだよ。 だから、明日の試合が安く見えちゃうんだよね、0 1とルイージの試合が。あ,あのまだほら、本格的に試合をしてなかったからさ、だから、その、なんていうんだろうな、<laughs> まだ、その実はルイージさん強いんじゃないかとかね、そういう期待があった状態がまだあったわけで、でも、昨日のイギリスとの戦いで、あ弱ってなったから、案の定弱いんだ。 じゃ、ゼロワンとは対角差も違うからボコボコにやられるなって。これ思われちゃうよ、これ。安く見えちゃう。つい、あ,あ、明日の試合が。だからちょっとね、01の対戦相手はもうボブサップあたり呼ばないと話にならない。ね。ボブサップあたり。黒人呼んでさ。それぐらいスパーリングしないと盛り上がらないよ。だって、大取りだからね。うん。 最後、ゼロワン v s ルイジーっつった、言っても、盛り上がりにかけると思うんだよ。だから、なんかあの、黒人か、その本当にバリ強いやつを呼んでやってもらわないとね。で、それでゼロワン勝つ。これでゼロワンの好感度上がる。社長の好感度が上がる。俺はそう、願ってるだからゼロワンさんには、ルイさんでやって、はい、終わりじゃなくて、ね、実はヒカルとやりますとか。 そういうのを俺はちょっと望んでるね。え,ー、え社長はね、そんなね、ルイジだけやって勝って、いやーってやるだけで終わる男じゃないと思ってるから。えー、間違いなく、三吉しかヒカルでやるよね。うん、俺はもう分かってるよ。流れで、ノリで。うん、そんなダサい終わり方しないよ。01は。いや、もうルイさんで勝って終わり、じゃないんよ。 ええ、そんなことないよ盛り上げる男よ <laughs>、ええ、いや俺はさミニラさんでやるからほんと負ける可能性あるんだよ未,未知数だからねミニラさんがカポエラやってたらしいけど無タ隊かエタイがどれぐらいすごいのか分からんけどでも俺一回ミニラさんと会ったことがあってめっちゃデブってたんだよだからそんなね肉団子に負けないんじゃないかなと思ってる勝てると思うんだけどね 肉団子をめっちゃデブだったよ前会った時はラーメンをおごった時ねうんちなみに俺はもう喋ってるだけしんどいもうめちゃくちゃなんでだろこれお前も肉団子だろっていうことですよ 肉団子 VS 肉団戦車アリアスロケット花火ドンチキャレスーええー。でも明日俺1回戦やるから1回戦。ええー。よろしくねみんな。ミニラさんと俺で1回戦戦うから。まず俺の作戦はあの教えてもらったんだけどね、しんちゃんに。ミニラと戦うときはあっちデブだから。 一発殴ってバックステップ踏めばいいと。でまた一発当てると。でバックステップ。そしたら勝てるって言ってた。うん。だからもう一発当ててバックステップするわ。シュッ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 ,シュッって。ええ。やっていくよそれで。いや俺も誠治とやりたかったよ。うん。あああありがとう 嬉しい。ほーしとくね。明日頑張っていやあ、こんなね、かわい子にさ、応援してもらってね、これで俺負けたら女の子のファン離れちゃうよ、これ。どうしよう。もう絶対負けたくない。ミニラさんに勝って、パルスが多いって、女の子のファンつけたいんだよ。これで負けたら女の子のファン離れちゃうから嫌なんだよ、俺。密かに強い男って思われたいんだよ。 じゃあ2時からね。うん。2時からです。はい。っていうことですかね。まあ、そんな感じで今回の本タイトルでした。パルちゃん頑張ってありがとうあ、ありがとう山さん。すいません。で、あとはなんだっけ、ニュース抜けてないかな。あ、あとね、とある配信者、女性の配信者復活します。 な、名前は、うさちゃん。ええー。まあ、ラジオ放送になっちゃうらしいけど、まあ、ちょっとね、ストレスとかがあった場合はやるということらしく、新しくアカウントも作りました。みんな応援してあげてね。うん、可愛い,い女の子だから、めちゃくちゃ。めっちゃね、俺、好きだった。うん、でももう、01の方に行っちゃったからね。仕方ないけど。好きだった子だからね。 あルイーサに電話しろじゃあルイさん電話するか正く君からめっちゃ鬼電来てるんだけどさっきゼロワンの枠見てたんだよで絡んでたね正く君ね学校行きなさいうんもうこんなとこでね腐っちゃダメだよ中二だからね学校行って 勉学に励みなさいあ、ルイさんはい昨日見ました言わないでいや、すごくかっこよかったしあれはルイさんね正直もう少しだったと思う本当に三十秒やに 怒られちゃった。言わないいで。いや、怒られてない、首絞められただけだよ。え、あのさ、試合見てたけど、首絞められたじゃん、首をね、こう絞められて。はい、あれは、その首を絞められるルール知らなかったのうーんー、て,ていうか、うん、その前にあの、動画見ててもらえば分かるんですけど、うん。金玉蹴られたんですよ。え<っ>だからあ、チンチン、チンチン、当たった、チンチン、当たったって言って、前も絡んでたんですよ。うん。うん そしたら首後ろに残られてすやられたからおおしかもグローブでっかくて首取れねえよと思ってあ,あじゃあ筋敵食らってる反則技食らっている状態で首絞められてるい多分あれは恋じゃないんで、うん、いやどう考えてもまあ俺がルール分からなすすぎたしあのなんていうんですか、うん、ああいう場に慣れてなかったなと思うんですけどうんいやでもた泡っちゃったいろいろ、まあわ食いろいろら,らっちゃったけどでもかっこよかったよ 本当ですかあの試合はもう間違いなくルイさんが主役だったよ負けた時 <laughs> 泣いちゃったもんね、うん、いやそう負けた時が一番悔しいよね今日悔しかったです生きる人結構さ痩せてるじゃん何から勝てると思ったでしょルイさんあまあ、うん、でもなんかそうそうなんかいい練習にはなるかなと思ったんですけどなんか全然あなんか全然殴り合いにならなかったと思ってそう締め合わ食らっちゃったからね そう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 。うルイさん。明日の試合が不安だよ、ちょっと。本当ですね。だからメリケンサックでも負けたら俺自殺しちゃうかもしれないよ。そのショック受けると思うから、もう反則しちゃいないの。何反則したらいいんですか。メリケンサック仕込むとかね。はいはい。うん。毒毒ぶスギりだっけ毒切りだっけ。ああ毒切りとかね、そういうのもあるな。もうなんか反則しないとダメよ。 考えてきます、うん、あ冗談だよもちろんでも、ね、意外と俺真面目だからそう,そういうの嫌なんですよねやっぱね正々堂々勝っておおもしルイさんがゼロワン勝ったらめっちゃ株爆上がりだから本当ですかうんだからルイさんには頑張ってほしいなと思うよ本当とに本当ですもう僕もう t w i t t 開きたくないくらい DM で「ざまあざまってくるんで震えちゃってもう俺、うん、今日から SNS やめようかと思って。 いや、まだやめちゃダメだよ、今日は。もう、ツイッター開くたびに DM で、はい、ざま、負けはい、もう、すんごい、ひどい。や、ひどい、それは。マジかよ。泣きそうになっちゃって、もうツイッターやめようかなと思って。うん。そっち今日大会しようかな。いや、ダメだよ、やめちゃ。配信できないよ、怖くて、そんな。でも、明日、明日があるから、明日で見返そう。ほんとですかゼロさんに勝てるかな、俺。パルパルさんじゃ、うん。これ、試合でいけないことですけど、うん。 あのー、いやじゃあルイさん俺セコンド入るよルイさんの。かかけ掛け試合があったとするじゃないですか。あ,あお金のね。はい。うん。ゼロワンさんに買ったら1.5倍。ああ<ー>。こに買ったら10倍。うん。10万円かけるとしたらどっちにかけます？いやルイさん。本当 <laughs> <と>？うんポテンシャルあると思う。ああ嬉しい。ルイさんのさっきあのー、試合で見てたけど30秒の。はい。あのー、ステップが良かったよね。 かかったですめちゃくちゃよかっただから間違いなくルイさんの100倍にかけるね倍そんなにつくそうつくよそれぐらいそれぐらいゼラはン1.1倍でしょでルイさんが100倍だよおッで負けてんじゃもう負けるよもうほぼ1.0倍ぐらいになるよゼロンそれぐらいなんてことそうだよみんな思ってるよありがとうございますうんでも頑張ってらっしゃいよろしくね ありがとうございまい,ございますす電話嬉しであのみんな一時集合らしいけど俺ちょっと炎上ニュース終わってから行くからちょっと一時過ぎになるかもあわかりましたうんありがとうね、はい、ルイさん、はい、ありがとよろしくお願いします無限のお体へさあ行くぞ笑ってこらえてやれんのダンスあれめっちゃラインから誰 なんか、マサオレ君がもうすごい来るんだよ。ゼロワンさんの暴露があります <laughs> あ、ルイさんありがとね、電話。絶対応援するからした。どうしたの、マサオレくんあ、あの、マサオレなんですけど、うん、あの、ルイ、あれじゃないわあの、ま、ゼロワンさんの。うん。あの、俺、 昨日,昨日あの喜、ーうん、さんのところに行っとってなんかおじさん来てくださいみたいな感じでおじさん来て枠しとったんですよ、うん、でそれでなんか本当に0ンさんが来たんですよおお<ー>女,女子のところに何歳の子なのえそれが年齢何歳ってあの女性の方に聞いても分かんなくて、うん、まさおれ君は何歳ぐらいだと思う ちょっと未成年っぽかった感じ。ああそうなんだ。うんそれで。いやちょっと。あ来たって話なんだ。はい。あ,あいいえバクルありがとうね本当マサオレ君あ。はいはい。マサオレ君は今日も勉強はっていうか学校は行ってないの？あ今日は学校がなくて、うん、あのー、休みです。あそうなんだ今日何曜日？木曜日です。あ木曜日休みなんだ。 あ,、はい、あそうなんだ雅紀君ねもう配信で多分夢中になってめっちゃ配信やってると思うけど、はい、本当に勉強頑張りなさいもう俺が親になる、はい、ありがとうございますいやありがとうございますじゃ今から勉強しなさいありがとうございますいありがとうございます、はい、宿題を今からやりなさいああ言いなくなった自分で切った多分怒られすぎてね嫌になったんだろうねお母さんとかお父さんに。 今度は、あの、まさおくんの電話来たら出て、叱るわ。俺、真剣な顔で。勉強しなさいと。うん。はい。<laughs> っていうことですよ。じゃあ、ブロックしますおい、マサオレくん、勉強しなさい勉強から逃げるな 俺はまさおりくんが立派なね、大人になってほしいんだよ。もう将来ね、なんか配信で食っていこうという思考が見えて仕方ない。俺みたいになってほしくないの。勉強しなさいね逃げるな、勉強から。勉強して、そして、新しいね、世界広げようよ。俺らが見ている場所はここ。ね。 壁があるわけ、こうやって。ねこう壁でなんか絵が描いている。で勉強すれば、これを超えて違う世界が見えるわけだから。だから、壁を見ているあなたになってほしくない。俺らはずっと現実逃避して壁を見ているんだよ。ああ、それだけの世界だから。まさおりくんは壁を超えてほしいんだよ。広い世界見てほしい。 え、これツイッターであった。うん。っていうことですよ。わかりづらいだから壁だ、壁だけ見てる俺らより、壁を見ていない世界を見てほしいってことだよ。自分に言ってる当たり前じゃん。イキリストに電話して。 1> 1期レースに電話してどうするの、まあ、かもういいんじゃないもう1時半だよもめっちゃ長時間やってるわ1回ただ電話き電話っていうか配信切って片付けして2時からで出ていかないとこれあ勝利者のインタビューしろじゃ電話するか <あ>はい、イキリストおはようおはよう。よう今から麻雀撃てる無理。寝てだ今から麻雀誰こするんいや、適当に言っただけなんだけどね。あのね、<ー>イキリストさ、昨日、ルイさんでやったらしいじゃん。うん。で、なんかあの、ルイさんが言ってたけど、金玉を殴ったの。<laughs> 殴ってないいよ。嘘。だから、金玉殴られたって言ってたよ。 蹴りかうずくまってんじゃんあ、そうなので、昨日勝ったんでしょイキリスト。うん。首締めて動画見たけど。うん。やるやえでも、うん。面白かった楽しかったし。えつらも、な、何人ぐらい行ったんだあれ。すごかったよ、ね。六千の百で、6500ぐらい行った。うん、あ、じゃあ、浮いたんより行ったの。うん。あ、すごいね。だったら。 明日ね、2月10日試合があるんだようん見学来るか俺今日帰るよあ今日帰んのお<ー>ああ<分>そうじゃあまたさ東京っていうか大阪行った時マージャン通うよ大阪よいつ帰ってくんのパルちゃんいやだから2月10日の試合が終わった後にちょっといろいろやってね、うん、あ帰ってくんのうんうん、うんうん、分かった あ、に愛子さんの暴露？愛子さん暴露したの？何も暴露してない。そう。なんか愛子の件で愛子さんが泣いてたっていうハトが来てる。なんか言ったの？なんか言って俺にずっと会いたあいたいうところが無理無理つって。あ、それだけなの？うん。うん。え、女の人愛子さんって。そう。あの愛子さんじゃないよね。ー A 版のエコじゃないよ。別な愛子？ うん。何アイさんとイキリストは仲良かったの？俺があきこママの店行ったら毎回来る。あなに、アイコに四百万使わせてアイコさんに四百万使わしたの？いえ、イベント見たわかるよ四百万も使ってないや。あそういうこと？アイコママがイキリストに投げさんしてたって話？ 違違う,違う400万は過去に下げられた話やろ、あいつが。え、2000万じゃなかったらな。おお<う>。過去になんか、付き合ってた人にお金取られた話なんじゃない、それ。あそうなんだ。愛子は俺のフォロラン上位じゃないよ。あそうなんだ、そうなんだ。うんあ、了解了解。じゃあありがとうね。うん、ありがとう。また連絡するわ。うん、はーい。いて誰誰 ルイージにもああ了解了解了解分かってよ、うん、無限の彼方へさあ行くぞ笑ってこらえてやれんの勝っ<手>ていやちょっとイキリストの件マジ分かんないわそれだってそんな DM 来てなかったもんイキリストとイコママの関係性みたいなそんなことがあったんだ へえー、<laughs> はいってことですよもう電話いいよもう疲れたよ電話右一にも右一になんていう電話するのこれはえー、右一になんていう電話するのこれは右一に電話って結構あったけど え政治電話もういっぱいあるわ、電話が。ちょっと疲れた電話するのが。まあ、ちょっと終わるわ。うん。今日の、え、ふわっち大炎上ニュース、終わり カバーに決闘申し込めいや、政治と俺がやる予定だったけれど、政治がやらないっつったんだよ。で政治はなんか手術するっていう部分で、ね。やんないっていう話。なんか怪我してるからっていうことで。な、なくなった。うん。じゃあいきます。ふわっち大炎上ニュース。まとめはい。の前に皆さん、ナイスお願いします。 えー、僕は千ンナイスなんでね。あと、おーすごいあと82人あと82人で千ンナイスなんで。今日はね、いいね、千ンナイスがすぐ行けそう。押してってください。えー、いっぱい電話しろって言うけど、もう俺ちょっとホテル出なきゃいけないから準備もしなきゃいけないし。ちょっと待っててください、もう。明日にします、全部。後回し。 あ、来るよ、これあと16人であの16人,であの16人今から何するのホテル一回出てホテル探しだね。多分ね、連泊できると思うけどね。センネス来たーじゃあいきます。ふわっち大炎上ニュース。まとめうん。 えー、よっさん、ふわっち、復活。はい。えー、政治退院。えび原すけぞう。エビゾーが、ふわっち、一日番になっていたことが判明。そして、ナイスボタンがなくなる。佐藤さちゃんが復活する予定。ラジオ放送などやっていく予定。えー、パチパンチ、事コるル。 ウーバーイーツの配達中にスケボーが出てきて、人が乗っていないスケボーがね、国道に。それを踏んづけちゃったが避ける動作で、こけちゃいました。で、怪我を負って、時短金40万円です。赤ラークさん出所、はい。釈放されてます、今現在。ヤチョ君のツイートにて。ウイタンが、えー、超絶イケメンを紹介する枠で、閲覧5000人超え。 えー、結果、中田会長でした。はい、ルイジとイキリストが、えー、ボクシングジムで、えー、戦う。結果、ルイーさん負ける。イキリスト勝ち。えー、つら6000人超えです。えー、今日からツイッターが有料化になる予定。はい。トムイケ、ミヤビ君の事務所に入る予定。ユリア、セクキャバ、退入。 ゼロワンの家が爆発する予定。そんな感じで今日のふわっち大炎上ニュースでゃんさありがとうございます。まあそんな感じで今日のね、炎上ニュース、こんなもんです。 すいません。大気丸で溶かすのよ。行くならヤックル持ってけと、父より。ありがとう、田崎。最近田崎が俺の父親に見えてくるよ。